予感はしていた。よし、実際一体確実に倒せばいい。ただそれだけだ。戦争中とはね、抱き合いでしても気が引けるだな。あの金髪野郎はどうした？金髪野郎しない。そんなはずない。おっと、空気だらけだ。バレる。最初にやりやがる。お前一人で返した度胸。
かし度胸があったとしてもどうにもならないものが今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だが。まだ腕が震えやがる。くそ、恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。ズボシか。やはり考えも行動もガキだな、お前は。このような貴様ごときに本気を出しているとでも。意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。戦場に送ってくるなんて僕じゃねえ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。関連システムがあんたの里とは運命の差ってことだよ。Thank you.
ガキどもカトン豪華球の術、うん、合わせろ火薬you